ス。登録者数千人。人生には、飲食店がいる。サントリーさんのこのキャッチコピーと CM が大好き。今日は、チャンネル登録者数千人到達祝いをしに、原点、一本目の動画で行ったお店、に行こうと思います。東京都港区赤坂。久しぶりに来たなぁ。最初の動画を上げたのが2020年12月だから、1年9ヶ月ぶりになるのかぁ。バナナムーンリスナーの聖地、中国料理、カオタン、食べログ 3.48、2022年9月8日時点。さーて何食べようかなー。ここは何食べても美味しいからめちゃめちゃ迷うなー。瓶ビール、570円。とりあえず、1本目の動画と同じ朝日の瓶ビールで乾杯しよう。ではでは、1000人到達、おめでとう。乾杯。ぐっしー。今日は一段とお酒が美味しいなぁ。いやぁ、苦節1年と9ヶ月、127本目の動画でようやく1000人に到達しましたねぇ。これもひとえに、視聴者様や登録してくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。まぁ、おじさんが顔も出さずに飯食って酒飲んでいる動画なんて、よく1000人もいったなって感じですかね。ご存知の方も多いかと思いますが、1000人という数字は YouTuber にとって非常に大きな節目の数字なんです。そうです。収益化ですね。収益化で苦労する主な条件は2つ、登録者数千人、公開動画の総再生時間が直近の12ヶ月間で4000時間以上、どちらもクリアできたので、いよいよ収益化の開始です。まだ申請すらしてないけど。とはいえ1000人くらいだとまだ、月に1、2回のご飯代が浮くくらいのようですね。現在、収益化できている YouTuber は全体の 15% くらいと言われているようです。そこに入れただけで我ながらよくできたなと感じています。今後も、美味しいお店や食べ物やお酒をたくさん紹介していきたいと思っているので、お付き合いいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。余韻に浸っているうちに一品目が到着。麻婆春雨、800円。昔バナナムーンでも話題になっていた一品。視聴者様からもおすすめされたので注文してみました。いただきまーす。そんで、あー、春雨とひき肉がたっぷり、ピリ辛で超うまい。しかも結構ニンニクも効いてるな。こりゃ癖になる。半餃子、330円。餃子もうまいなぁ。皮はもっちり、あんは肉感がしっかりしてて野菜とのバランスも良い。レモンサワー、530円。後でチャーハン食べる気だったけど、この麻婆春雨は絶対に白米様だな。ライス、220円。
っぱり合う。このコンビマジでうますぎじゃー。いやあ、うまいもん食って、うまい酒飲んで、幸せじゃあ。レモンサワー、530円。麻婆春雨丼の完成じゃあ。はあ、うますぎ。この食べ方めちゃめちゃおすすめです。まだお腹に少し余裕があるから、もうすぐ食べられなくなってしまうあれを食べておこうかな。冷やし中華始めました。もうすぐ終わっちゃうけど。冷やし中華、醤油、990円。具がもりもりで嬉しいな。おお、超王道の醤油冷やし中華だ。王道でめっちゃうまいやつ。コンビニの冷やし中華は結構食べたけど、お店の冷やし中華は久しぶりに食べたなー。やっぱりお店のはまた違った次元のうまさだなー。ごちそうさまでした。会計、3970円。当チャンネルの原点のお店は相変わらず安定の美味しさでした。また定期的に来させていただきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。皆様からの温かいコメント、高評価、チャンネル登録が動画制作の活力になります。よろしくお願いいたします。